皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は、低俗の決断法をパープキーと PS2 版続けていきましょう。で、当面の作戦目標はアラビア海なので、まずアラビア海の方で、スパイを送り込んでおきましょう。で、艦隊の再編がまだまだ、進んでいないという状況なので、艦隊の到着、新造艦の到着を待ちます。というわけで時間を進めましょう。で、7型の空母が2隻できましたね。これは大きいな。で、二次爆。これができたので、これらを作っていきましょう。アルミがただ全然ないな。え、マジでかっていうぐらいアルミないね。そうか。ここまでアルミないか。そうすると、ちょっとアルミが取れるところを優先的に配備しましょう。まず輸送船がないのか、道理で。まずはじゃあ輸送船を作りましょう。で、ここに輸送船を配備します。と言っても、輸送船を入れたところでアルミ知れてるからな。待て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 。アルミ全然ないじゃん。理由はこれじゃんっていう感じですけど。そうすると、ここも、しょうがない。今回はもう輸送船を作るしかない。輸送船を配備していきましょう。とにかく今アルミが、ちょっとでも多く欲しいので。迂闊でしたね。アルミがここまで枯渇するという想定をしてなかったので、お金を全部今回輸送船に使っちゃった。しょうがないね。では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 、艦隊ですね。先生、まずは新型の空母7を移動しましょう。というわけで、編成。第5艦隊として一旦ね、未配備艦7空母に、最上型の10巡洋艦5隻入れた7隻をインド洋へと派遣しましょう。で、まあ、空母からなので、インド洋に到着するまでに、一旦でね、結局、飛行機は作れてしまうので、3週間以内に、7型に乗せる航空機を生産、製造できればいいかなというところですね。では、あとは、こちら。第3艦隊、第4艦隊と入っていて、第15艦隊はもう潜水艦隊のみなので、あまり意味はないので、そうなると、第3艦隊かな。空母。ここには、艦載機乗せてあるので放置。第4艦隊は戦艦1空母1軽巡5。で、第6艦隊が今のところ一番充実してますね。潜水艦4を切り離しましょう、まずは。さあ、これで第3艦隊、第4艦隊、第6艦隊であるので、どうしようかな。まず、第4艦隊と第6艦隊をガッチャンコしましょう。で、その上で、第3艦隊に、第6艦隊の駆逐艦2隻を入れて、これで第3艦隊と第4艦隊は戦力がほぼ整いましたね。特に第4艦隊に関して言うと、戦艦3入ってるんで、まあ、かなり戦えるんじゃないかなという期待です。では、時間を進めましょう。今回も国政も何もできない。
さて、では今回はアルミ566しか手に入ってないの。マジですかい。ちょっとこれあれだな、空母よりも、戦艦従順作ってった方が良さそうですね。結局、空母に乗せるアルミが全く足りてないので。まずはそうすると、海大和型。で、あと従順を、海最上型。これでいこう。物資援助は余ってる石油を上げて、技術投資がもう全然できないね。ではこれで時間を進めましょう。ちょっと困ってるアルミどうするかですね。7型の空母がさらに2隻できたね。いや、これで空母はもうかなり安心感が出てきたけど、肝心の艦載機が足りないね。とりあえず7型の空母をインド洋までは移動しましょう。艦載機を艦載機。お、今回艦載機それなりに作れそうだぞ。そうしたら生産しよう。艦上爆撃。虹爆の2。航続距離2300。空戦能力はいいとかなり低いんですが、頑張ってもらうしかないので、これを。50機かー。50機だけですかい。もうちょっと数欲しかったなー。お金はあるけど、悲しいかな。アルミがない。そうなると、まずは、生産で、輸送船。これ数作ろう。で、輸送船を、鉄が、アルミが取れるところに優先的に置いていきます。アルミが取れるところ。お金でアルミは買えないからね、今のところ。輸送船を置いていきましょう。配備する船がない。ここでもアルミ取れるのに。またちょっと次のターンでアルミを確保するために輸送船を作らなきゃいけないかもしれませんね。では第5艦隊にとはいえ、航空機、空母に配備しましょう。虹爆の2を置いてね。OK だ。ちょっとやっぱり数は足りてませんが、これでいこう。ヨーロッパの方ではしきりに戦いが起きてますね。ただドイツの艦隊ももう限界来てるな。アラビア海の攻略もできなかったしね。
ちょっと艦隊がダメージを受けすぎましたよね。まあ、アラビア海をもう一度攻略しましょう。ここは空母が到着するので、それに合わせて艦隊戦力を投入していきます。まずは同じことをします。航空機生産、艦爆ですね。あとは戦闘機として、22型が作れないか。まあ、ただ22型の方が距離が長いので22型を作りましょう。これでもうアルミがまたなくなったので、輸送船を5隻6隻と作り、これを配備していきましょう。まずは空母に7型の空母、爆撃機に、二次爆がもうない。艦載機の搭載率 80% で戦うとか、ちょっと気が重いな。ただ今回もお金はあるので、まずは英国製物資援助、これは石油を、いやドイツの石油の数えらいことになってるな。艦隊動かせないのに石油ばっかり毎回日本が送ってくるからですね、きっと。で、兵器開発も行いましょう。艦型ってなんかある？空母は大砲、大砲はいらないかな。お金が余ってる時にやりましょう。戦闘機は52型、いやライデンだね、ライデン。水上の戦闘機はまあちょっといらないかな。強風作れるようにはなってますが。で、新兵器です。航空鋼材の2。で、アルミが取れるところに輸送船を優先配備します。OK だ。これでいいかな。じゃあ、インド洋に戻って艦隊の再編を行いましょう。第5艦隊空母艦隊なんですが、ちょっとばかし随伴艦がしょぼすぎるので、第4艦隊からちょっと引き抜きましょう。で、代わりに第4艦隊から軽いものを引き抜きます。こんなとこかな。空母の守りがちょっと第五艦隊弱すぎるよね。第5艦隊の7は失いたくないので、第3艦隊から空母を守る駆逐艦を2隻ほど引き抜いて、これでいこう。で、さらに提督も7には乗せておきたい。イソロクさん、航空が高い人材がいいよね。
ここは、まあ近藤さんかな、 B だけど。で、あとは水上打撃群の方ですね。甲斐大和型、ここに宇垣さん乗せるでしょう。長門には高須さんを乗せる。金剛はもう乗れる人いなくて、ここに加がいるんだ。これはちょっと知らなかったというか、迂闊だったな。いや、インド洋の戦いでだいぶ撃沈されてるんで、提督が余ってるね。まあ、よく提督も生きていたなというのはあるんですけど、まあ、結局、船とね、運命を共にするっていう選択肢以外でも、まあ、撃沈される前に、沈没する前に、艦を降りるというのももちろんありですからね。ありですからなっていうか、まあ、それが普通だとは思うので。ここは提督をまんべんなく乗せていきます。特に今、この第4艦隊に関して言うと、相当火力が出る水上打撃部隊にはなってるはずなので、これがね、その、どこまで戦えるかというのが大きいかなと思ってます。この水上打撃部隊が早々にやられるなんてことになると、残りの空母、艦載機が十分でないっていうケースが結構あるので、心配にはなってきますね。さあ、提督を。ほぼ全員って言っていいんじゃないかな。この、インド方面に集結させて、まずはアラビア海を奪取しましょう。7型の潜水艦が到着するのは、いつだ ?2 週間後は待てないね。では、出撃させます。一応、インド洋に艦隊を残しておく必要は、ここに関してはないので、第5艦隊と第15艦隊の潜水艦隊、潜水艦も、護衛としてつけましょう。これでもうインド洋は空にします。インド洋自身が、ね、いきなり敵に攻撃されることはないと思うんで、ではこの先を睨んでスパイを送り込んでおきます。それぞれで、ね、1個先まで。ではこれで時間を進めていきましょう。いや、ドイツの第13艦隊やばいな。もう西中海が敵の手に落ちるのも時間の問題だな。さあ、敵の基地の場所は把握しましたね。3つ。第3艦隊と第5艦隊は空母。日の出とともに出撃して、一気に敵基地を破壊していきましょう。了解。まずは砲撃。了解。航空隊は第2飛行場、第5艦隊は航空隊、第3艦隊も航空隊。了
で、合わせて偵察機も広く飛ばします。了解。よし、これで様子を見ていきましょう。了解。第四艦隊は敵基地の攻撃ですね。航空隊発艦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 。敵艦隊発見。敵からも出てるね。さらに敵の艦隊も発見している。とはいえまずは基地を一つ潰そう。敵艦隊の陣容を見たいな。空母はいる？イギリス軍の艦隊ですね。空母はパッと見いなそうだけど、奥もイギリス軍だね。空母はパッと見はいなそう。第四艦隊からの攻撃ですね。第四艦隊は攻撃。第五、第六艦隊は、第三、第五艦隊は敵の艦隊に向かいましょう。敵基地をもうちょっとで潰せるので先に潰しておきたいね。第5艦隊から航空機が出れる。まだ早いな。攻撃戦で、艦砲射撃で敵の基地をまず潰しましょう。で、敵の艦隊、ここには空母からの艦載機で持たせる。まずいな。第4艦隊をちょっと敵の艦隊の側面にぶつけていくしかないね。どこの空母？どこの空母が大破した？第5艦隊の空母だな。第5艦隊の空母は7なので、7はまずい。了解。巡洋艦大破。まあ巡洋艦はいいよこの際。ただ敵の艦隊は一応ほぼほぼ壊滅させたかな。
よし、一つの飛行場を破壊した。しかもほぼ無傷。7型の空母が1個離脱したことによって第5艦隊は空母一隻体制になりましたね。了解。さあ第4艦隊は急行しましょう。戦場へ。敵の飛行場は1個潰してあります。航空隊発艦。さあ敵より早く見つけたい。さあ敵基地、いや敵の艦隊発見した。空母がいるな。よし、これを叩こう。まずは第3艦隊、第5艦隊から航空隊を出す。で第4艦隊は突入。第4艦隊を急いで急行させる。第3艦隊、第4艦隊は敵の後ろへ回りましょう。このまま正面から突っ込んで空母を晒すわけにはいかないので。これが敵の艦隊ですね。了解。了解。航空隊着艦。航空隊着艦。今正面に入れたのが敵の艦隊です。どこの空母よ。第3艦隊の機関だな。流浄型の空母が撤退させよう。空母は失いたくないので。やっぱり航空隊発艦。敵の空母2隻。奥は軽空母かもしれませんね。まずは眼前の敵空母、これを仕留めたいな。第4艦隊は夜の戦いに備えて敵基地の方向へと向けていきます。今画面正面に入れたのが敵の艦隊です。敵の空母をやっぱり仕留めておきたいよな。
さあ敵の艦隊に味方の航空機が殺到中。敵航空機に発見された模様。航空隊着艦。空母大破。航空隊発艦。どこの空母？味方艦隊より入隊。第5艦隊の空母だな。違う、第3艦隊の軽空母だね。龍城2隻目だ。徐々にやっぱ削られてきちゃってるな。了解。了解。空母がいなくなると戦力大幅ダウンしますからね。敵の空母は仕留めておきたいけど、どうだろうな。仕留めきれない可能性が高そうですね。そしたら第4艦隊はもう敵基地の方向へ向かいましょう。夜のうちに敵の基地1個潰せるかな。それが理想ですよね。一回的に航空攻撃かけられるかな。了解。航空隊着艦。航空隊着艦。これ撤退行動に多分入ってますよね、敵のこの艦隊。今画面正面に出てるのが敵の艦隊です。第4艦隊がちょっとではなく敵基地に到着してほしいんだけどな。そうなると第4艦隊の目的を達成させるために最優先で艦隊行動に入ってもらいましょう。おそらくもう夜になっちゃいましたね。今のうちに敵基地を潰しにかかります。了解。ではここで時間をちょっと早めちゃいます。味方艦隊より入電。航空隊着艦。航空隊着艦。一応空母はなんとか逃げ切ってくれたみたいだな。いや、ここは傷ついた敵の艦隊よりも飛行場の撃破が最優先だな。一応第4艦隊はライトをつけていきます。ただし移動は敵基地が優先。攻撃目標も敵基地が優先です。敵の軽空母撃沈。やっぱり水上打撃部隊が強いわ。夜のうちにどれだけ敵のね、飛行場を潰せるかということだと思うんですが、まあ、ヤマトもいるし、それなりに火力は出てると思うんですけど、まあ、やっぱり飛行場も硬いよね。
夜明けまでに潰し終えられるかというとちょっと微妙だな。了解。さあ、航空攻撃が可能になっている。そしたら敵の飛行場に向けて空母から艦載機を飛ばしていきましょう。了解。で、第4艦隊はもう一つの敵飛行場に突入していきます。了解。偵察機はマップの下に向けて出していきましょう。で、時間を元に戻します。航空隊発艦。航空隊発艦。第4艦隊に敵の航空機が殺到してる様子があるな。敵航空機に発見された模様。航空隊発艦。航空隊発艦。了解。航空隊発艦。これが敵の飛行場ですね。4分の1ぐらいは削ってるかな。航空隊着艦。敵の艦隊はいなそうだね。偵察機飛ばしましたけど、出ている様子はないですね、敵の艦隊は。となると、この飛行場が最後の敵の戦力ということになりそうです。半分削ったかな、第一波攻撃で。航空隊着艦。敵の増援が来る前に終わらせたいですよね。飛行機も出てるからな。敵航空機に発見された模様。航空隊着艦。第4艦隊は何している。もうちょっと機敏に動いてほしい。味方艦隊より入電。空母大破。航空隊発艦。だは、第三艦隊、違う、第五艦隊の空母か。撤退させるしかないな。了解。七型の空母はどうしても失うわけにいかないので撤退だ。間に合ってくれ。そうすると第五艦隊はもう空母がいなくなったわけだな。了解。このまま撃沈された艦艇は味方艦隊より入電。ほぼなしっていう状態で終わりにしたい。
よし、アラビア海は取りました。アラビア海の先ね、地中海とマダガスカルと、二つね、海域がこの先分かれてるので、アラビア海に艦隊を駐留させておく必要があるんですよね。まず味方ですが、ダメージは出てます。ご覧の通り、第三艦隊から、軽空母2隻、これがダメージ出てます。第四艦隊からは、戦艦2隻、あとは軽巡1隻、重巡1隻。これが、まあ、中破壊派。第五艦隊からは、7型の空母2隻。これが、大破ですね。一方、イギリス軍の艦隊の方はほぼ壊滅させています。第14艦隊は完全に壊滅ですね。で、第10艦隊の方からは、一応空母4隻撃沈してますね。正規空母2隻。あとは護衛なのか、軽空母なのか2隻。合わせて4隻撃沈してます。マゼラン、ペガサス、フェンサー、リゲル、撃沈してますね。で、功績獲得順はイソ6さん。イソ6は、あの、7型の空母の艦長になってもらってました。まあ、傷ついた艦隊を一旦引っ込めるしかないので、引っ込めましょう。インド洋で回復ですね。7型の空母が1隻さらに上がったね。で、中型ディーゼル機関の2が開発可能という状態。というわけで、アラビア海の戦い見ていただきました。いかがでしたでしょうか。海大和型、ちょっとね、出撃してもらったんですが、基地攻撃で思ったような戦果が上がらなかったんですけど、でも一番最初のね、基地。マップの左下、右下にあった基地攻撃では十分な火力を見せてくれたんじゃないかなと思いますので、まあ、海大和型はね、もう一隻作ってますんで、それらと合わせて強力な水上打撃部隊を編成していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。